はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、体脂肪を減らす筋トレのコツということをやっていきたいんですけれども、体脂肪を減らすということなので、この筋肉をつけるということとか、かっこいい体を作るということが全く別に、体脂肪を減らすための筋トレということで、まあ、別な考え方をしていかなきゃいけないということですね。まあ、僕なんかは基本的には今はね、筋肉をつけるというようなやり方をしているので、体脂肪を絞るだけということを目的にしている場合、まあ、だからそういう人いると思うんですよ。今特に、ね、ここら辺すごくしっかりしてね、がっちりした体を作ろうとか今そういうのはなくて、ただ今とりあえずね、ここら辺ちょっと増えてしまったものを減らしたい、そのために筋トレをやって減らしたいという人もいると思うんですね。なので全くちょっと別な考え方をしてほしいということです。で、この体脂肪を減らす筋トレとしては根底にあるのは、一つはエネルギーの消費ということです。エネルギーをたくさん消費することによって中長期的に体脂肪を落としていくということですね。これは、まあ、有酸素運動はその瞬間体脂肪を使うということですけれども、筋トレをするということはその瞬間は体脂肪は落ちないけれども、1日1週間1ヶ月という単位で見ていくと、エネルギーのね、プラスマイナスでどんどんエネルギーを消費していく状態を作っていけば、それでもそういう単位で考えると体脂肪は減っていくということがありますので、この筋トレでエネルギーをたくさん消費して体脂肪を落としていこうというものですね。で、もう一つというのは、代謝の高い体を作るということですね。まあ、ここがちょっと有酸素運動とは全く違ってくることで、筋トレをするということで、さっきの一つ目のエネルギーを消費をするというね、そこのメリットもある中で、筋肉をね、すごくつけるというところまでいかないけれども、代謝の高い体を作るということはまあ可能なわけですね。その代謝の高い体を持っていると、まあ、もちろん何もしなくても、少しエネルギーは多めに消費していきます。まあ、そこは微々たるものなんですけども、そういう体を持っている中で、歩いたり仕事をしたり体を動かしていると、どんどんエネルギー消費とは倍増していって、そういう代謝の高い体、筋肉を持っていない人と比べると、エネルギーをたくさん消費できるので、それは日常生活の中でできるので、どんどん痩せやすくなってくるというところが、筋トレで体脂肪を減らそうという狙いとしてはすごくメリットがあるところなんですね。で、そこら辺のね、エネルギーの消費、そして代謝の高い体を作ること、この2つを軸に考えていきたいと思います。1つ目というのが、全身ちょっとずつということです。これは今僕とかが、例えば大胸筋を作るためには結構セット数が多かったりするんですけど、まあ、そういう風にする必要はなくてですね、基本的に3セットを全身で10箇所みたいな、そんな考え方なんですね。1箇所3セットなので、まあ筋肉がつくというにはちょっとね、セット数が全然少なすぎて筋肉が大きくね、すごくつくっていうところまでいかないんですけれども、それをね、大胸筋3セット、背中3セット、肩3セット、二頭3セット、三頭3セット、お腹3セット、腰3セット、で、また足があります。ということで、10箇所を3セットずつやっていくと、かなり莫大な消費エネルギーになってくるわけですよ。この考え方でいくということですね。中にはお腹を引き絞ろうと思って腹筋だけをやっていくという人もいるんですけど、それだともね、本当にエネルギー消費というのはちっちゃいので、やはりいろいろな各場所を3セットずつ全部やっていくと、ものすごい消費量になってくるということですね。なので、これは筋肉を大きくするようなセット数ではないけれども、その3セットを10箇所もやっていけば莫大なエネルギーを消費できるということで、まあ、そういうね、全身ちょっとずつという考え方でやっていくのが、体脂肪を落としていく、引き締めるためにはいい方向だと思います。そして2つ目というのが、心拍数高くということですね。今、3セット10箇所、まあ、10箇所って言いました。まあ、10箇所なくても8箇所でもいいんですけれども、で、そういった中で心拍数を高く保っていくような筋トレのやり方をしていくということ。例えばこれはスーパーセットでやっていくんですけれども、例としてはまず胸のこういうダンベルプレスをやっていきます。ダンベルプレスをやっていく。で、これが終わったらすぐにバックランジに入っていくという感じですね。胸の大胸筋をやってすぐバックランジに入っていく。胸の大胸筋、ダンベルプレスやってバックランジ、ダンベルプレスやってバックランジという感じで、ダンベルプレスとバックランジを交互にスーパーセットでやっていく。で、そこをノンストップでやっていくということですね。で、それが終わったら背中の、まあ、こういうベントオーバーローとか、まあ、バーベルがあればバーベルのベントオーバーローでもいいし、ワンハンドローでもいいです。こういったワンハンドロー、あるいは、まあ、背中はまあ何でもいいですよ。まあ、こういった懸垂でもいいので、懸垂をやっていって、それが終わったらすぐに肩の、ショルダープレスに入っていく。で、これが終わったらまたすぐに、背中の運動に入って、これが1セット終わったらまたショルダープレスという感じで、これもノンストップでやっていくということ。で、今の、胸とバックランジが終わったら、まあ、30秒や45秒休んでもいいと思うんですけど、そのひとまとまりはノンストップでやっていく。で、少しだけ休んだら次の背中と肩ではまたノンストップでやっていく。そして次に、例えばデッドリフトをやっていく。
デッドリフトやって腰、もも裏あたりを使っていく。それが終わったらすぐに、腹筋をやっていくという感じで、まあ、デッドリフトと腹筋を交互にまたやっていく。でその後でアームカールをやっていく。それでノンストップで三頭筋をやっていく。二頭と三頭筋のスーパーセットをやっていくという形で組むという方法もあります。まあ、ここは一例なんですけれども、まあ、そういった感じで、2つを組み合わせながらスーパーセットで交互にやっていくことで心拍数を高く保っていくということです。それによって筋トレなんだけれども有酸素運動で心拍数を高く保っていくということで、今この時点で大量のエネルギーを消費しながらもより体脂肪を燃やしやすくするということ。それでノンストップでやっていくと当然2セット目3セット目でかなりきつくなって強度が高くなってくるので、それによって運動後の代謝もまた高くなってくるという、そういうね、効果も狙えますので、まあそういったね、スーパーセットでやっていくというのがね、一つ、体脂肪を絞っていく筋トレとしては大きな手段になってきますね。そしてですね、3つ目というのが重さです。でこの重さなんですけど、重いっていうのは筋肉つける方じゃないのってちょっと思われがちなんです。特に女性なんかにもこうそういうふうに思われるんですけども、これですね、例えば、まあ、そのダンベルプレスで3キロをやってるのと6キロをやるのでは、もう単純計算で消費カロリーは2倍になってきますよね。2倍です。まあ、男性でも、7キロのダンベルプレスじゃなくて、14、15キロのダンベルプレスができるのであれば、それをやっていった方が消費カロリーは単純に2倍になりますよね。2倍重いわけですから。なので、その方が消費カロリーは増えるわけですね、単純に。で、重いから筋肉つく。ただ、それだけではね、なかなか正直、筋肉つくという結果までいかなくてですね、最初に言った3セットね、3セット重いだとそこまで正直筋肉もりもりということはもうちょっとなりえないんですね。僕がそのセット数がすごく多いっていうのは、重いのでかつセット数がすごく多いということですよ。なので そういうふうにね、重さと量を掛け合わせていかないと筋肉でこうゴツゴツゴツってなってこないんですけども、まあ、それでもなかなかならなくて苦労するところがあるんですけど、なので女性もね、心配しなくてもちょっと重くしてそれ3セットでやっていくというぐらいであれば、むしろエネルギー消費が大きくなって代謝の高い体を作るだけで終わりますので、まあ、あまり心配しないでちょっと重めで3セットという方向を取っていった方が本当にね、引き絞りやすくなってきますので、そこはね、ちょっとあまり恐れないでやってほしいということです。そして4番目というのが動く範囲。これが結構ね、盲点で、みんななんかやってるようでなかなか結果出るのが、ここのところがあるんですね。それは例えば、今のダンベルプレスなんかでも、まあこれを重ければ重いほど上でしかやらない人もいます。上の方だけだって、ああ、重いのやったって、さっきの重さをね、重さると上だけになっちゃったりするんですけど、消費カロリーというのは重さかける距離なんです、距離。だから、ここから半分よりは、それより下まで下ろした方が、消費カロリーはまた2倍に増えてくるわけですよね。アームカールでもこれが上ばっかりこうやって重いのをやってるよりは、下までここまで行ってやった方が運動範囲、この動く距離は増えるわけですから、重さかける距離で仕事量で決まってきますので、動く範囲をしっかり作っていった方が消費カロリーはどんどん増えてきます。この動く範囲、特に深さというのを忘れないでください。バックランジも同じ、バックランジもなんかこう半分ぐらいしかしないと思うんですが、それを下まで深く下ろしていくっていうのがまあ必要なんですね。その足も本当に今の深く下ろすことでかなりね、消費カロリー変わってきますので、狭い運動範囲にならないようにとにかく深く下ろして広く範囲を使う、これね、かなり変わってきます。そこをね、もう一度見直してもらいたいと思います。そして5つ目というのが、足はほぼ毎日ということです。どういうことかという感じですけど、さっき説明したスーパーセットでやっていく、まあプログラムがあるとしますね。しっかり筋トレやるパターンの、一つのプログラムとします。それを週2回やります。でそれ以外の日というのは、週2以外でもう5日ありますけど、それ以外の4日から5日ぐらい自体重のバックランジをやっていくということ。で何もダンベル持たないで自体重のバックランジをやっていく。でさっき やったプログラムの中にあるというのは、まあ、ダンベルを持っての、バックランジ、これちょっと負荷をかけていく。で、バックランジじゃなくてもいいです。別に、ね、ジムであればバーベルのスクワットをやってもいいですし、ブルガリアのスクワットでダンベル持ってやってもいいんですけど、しっかりやるのは週2回。それ以外の日は週4から5、自体重のバックランジを20回3セットやっていくということで、足はとにかく頻繁に使ってやってほしいですね。ただし、そのしっかりやるところでも足は結構きつくやってるので、それ以外の時は自体重のみのちょっと軽めのバックランジで足を動かしていく。で、消費を稼ぎ、そして血行を良くしていく。そういうふうにやっていく方がいいですね。そしてもう一つのやり方としては、週 2×2 プラス3日自体重のバックランジ。
ということです。これはさっき言ったそのプログラムありますね。それを2つに分けていきます。A と B に分けます。例えば、胸バックランジと背中肩をひとまとまりします。これが A とします。そしてデッドリフトをお腹2等3とこれを B とします。A をやる日があります。次の日 B をやります。そして次の日は自体重バックランジをやります。そして次の日また A をやります。次の日 B をやります。そして次の日自体重バックランジ。そして7日目も自体重バックランジ。ということで、まあ、7日やっていくわけですけど、しっかりやるトレーニングとしての運動量というのは変わらない。一箇所週2回ずつなんですけれども、それをちょっと2つに分けていくということ。それによって1日にやる時間というのは短くなので、あまり時間が長く取れないという人は、これを半分に割りながら、本当20分ぐらいで1日を終わらせて、それで次の日に B を20分ぐらいで終わらせて、実際15分ぐらいしかかからないと思いますけど、まあ、それをやって、で、次の日には自体重バックランジのみやっていくという感じで、時間短くでも毎日何かやっていく。まあ、こういう方法を取っていくのも、筋トレで体脂肪を減らしていくにはすごく重要なことなんですね。まあ、そういったね、細かいところも見ながら、全体的な組み方も考えていく。まあ、それをやることによって、すごく効果的にね、体脂肪は燃えていくことになりますので、この5つの項目をしっかりと気にしながら、ちょっとプログラムを見直してみてください。それによってどんどんね、効果が出てきますので、まずはね、体脂肪を落としたいといったこの考え方でぜひやってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。